すぎや。おはよう。今日昼行ったらもう夏休みやんな。あ、嬉しいわ。ちょ、あのさ、まだ田中が来てないんだけど。あ、先生、はい、何、どうした？田中が来てないんですけど、どうしたんですか？あ、田中ね、今日からアメリカに旅行行ってる。いや、わざわざかぶせるかね。あー、先生やー。お、タカ遊び行こうぜ。いや、ちょっと待って、これ宿題今日で全部終わらせるから。いや、無理だろ。田中君、また夏休み明けでじゃないですか。多いな。あ、もしもし。うん、あ、もう勝手に入ってきていいよ。うん、上にいるから。はーい。おいー、お疲れ。さっきぶり。頭どうした？お、さっきも染めた。お、はい、染めた。早っ。もう後で。さっきから遊ぼう。もう今何時？朝の5時。早いわ。おはよう、久しぶり。お、久しぶり。元気？ね、夏休み一回も連絡してこられたけど、全然なんか元気しとんかなと思っとったけどね。誰？え？お、久しぶり。お、久しぶり。ごめんね、夏休み全然連絡できんで。いや、大変やったね。どうしたの？あれ？うん。怪我。ああ、執行日疲れた。あ、そういえばさ、何日にしようかな。あ、8月のさ、8日さ、みんなでプール行かない？ああ、ごめんなさい。その時ちょっと試合が。あ、マジ？うん、ごめん。あ、じゃあさ、19とかどう？ああ、試合だわ。試合がある。じゃあラストの方で24とかで。ああ、ごめん、県大会とかぶってるわ。どんだけやるねん。おはよう、久しぶり。あ、出荷日ちゃんと来たよね。よかった。つかさ、田中がまた今日来てないよな。なんでやろうな。あ、先生、どうした？すみません、また田中来てないんですけど、今日田中どうしたんですか？今日はな、田中グアムらしい。また？グアム。わざわざかぶせるかね。今日宿題とかまだ余裕っしょ。あ、まだ宿題いけるっしょ。おはよう。久しぶり。お前さ、数学のプリントやった？え、まだやってない？だよな、あれまでやらなくていいもんな。だよな。うわ、鈴木、お前さ、理科のプリントやった？やってない。だよな。なんだこいつ。はい、じゃあみんな理科と算数のプリント出して。あ、先生。あ、どうした？タク。俺そのプリントもらってないっす。は？もらってないっす。なんか俺だけ。いや、以上、朝顔の成長記録でした。じゃあ次、沢村君お願いします。はい。火星の温度変化による地球への影響および隣接惑星の相乗効果について発表したいと思います。何それ。あ、おはよう、久しぶり。夏休み終わっちゃったね。ねえ、もっとあって早かった、本当にもう。ってことは、今日も田中来てないんだよね。あ、先生。どうした？田中がまだ来てないんですけど、田中どうかしたんすか？ああ、まだイタリアにいるらしい。んなわけねえだろうがよ、あいつ。行き過ぎだろうがよ。どんだけ行くんだよ、旅行。旅行一家か。え？夏休み、火遊びだけは気をつけろよ。